米軍のモイエエシステムモールとは、モジュラーライトロード、キャリングエキップメントで、1997年以降、アメリカ軍が採用している個人装備システムのことを言う。アメリカ軍やイギリス軍、一部の NATO 加盟諸国で、使用されている現行型の対価重装備及びバックパックを定義するために、使用される。モールシステムは、タクティカルベストや、 バックパックなどにポーチなどの装備を個別に取り付けるのではなく、あらかじめ等間隔で縫い付けられた丈夫なナイロン製の帯に取り付けることにより、装備の多様化を図るシステムのことを言う。このシステムのモジュール性は、ポーチアタッチメントラダーシステムから派生したものである。パルズではベストに頑丈なナイロンテープが何列にも縫い付けられており、様々な互換性のあるポーチやアクセサリーを取り付ける。 ことができる。この取り付け方法は、モジュラー戦術ギアのデファクトスタンダードになり、最も初期のモジュラーベストシステムであり、まだ多くの警察機関では使用されている、汎用計量個別運搬装置システムにとって変わっている。ブーニーハットに偽装色製装着用の紐が縫い付けられていたり、登山用バッグに道具をくくりつけるための、デイジーチェーンという部品もあるが、これらは、 互換性がなくこの種別には含まれない。タクティカルアサルトパネルは、ファイティングロードキャリアを置き換えるものである。これは、よだれかけのような形状のチェストリグであり、単独で使用することも、改良型アウタータクティカルベスト、または、ソルジャープレートキャリアシステムに取り付けることも可能となっている。TAP の外面は、パルスウェビングのほか、最大8個のライフルマガジンに対応する。 収納スペースで覆われている。モールミディアムリュックサック、ラージリュックサックは4000立方インチの収納スペースを備えた外部フレームリュックサックである。大きなメインコンパートメントが特徴で、上半分と下半分の間に仕切りがあり、荷物を整理できる。外面はパルスウェビングで覆われ、側面には従来型のニクオート水筒を装着するためのアリスウェビングも備わっている。 快適さと不荷分散のために細かな調整が可能である。パルズ及びモールのグリッドパターン。1イン幅のウェビングを1インの等間隔で並べ、1.5インの等間隔で縫い付けるのが基本である。モールという名称は、スペシャルティーディフェンスシステムズによって製造された特定のシステムを説明するためだけでなく、モジュール式のポーチアタッチメント用である、パルズウェビングを利用するすべての 耐荷重システム及びサブシステムを一般的に説明するために共通用語としても用いられる。モールはネイティックラブスとは別個に開発されたものだが、ほとんどのモールとパルズには互換性がある。また、モールアタッチメント方式に基づく派生製品も開発されている。モジュール式の取り付け方法を利用し、米国で市販されているのモール形式で使用できるシステムは、 多くの場合、モール互換とみなされるか、単に、モールシステムと呼ばれる。非軍事メーカーもまた、モールテクノロジーをアウトドア装具に組み込むようになっている。パルズシステムとは、ポーチアタッチメントラダーシステム、ポーチアタッチメント、ラダーシステムの略である。バックパックやベストの表面に縫い付けられた帯を、プラットフォームにして、対応する、ポーチなどの装備を取り付けることができる。 高さ1インチ、幅1.5インチの帯が等間隔に縫い付けられており、ここに固定用のストラップベルトやマリスクリップなどを通して装備品を固定する。図のようにウェビングは自由性が高く、横方向には約4センチメートルごと、縦方向には約5センチメートルごとの一マス単位で、ある程度自由にポーチの位置を上下左右にずらし、体格による腕の可動域や使用機器、 取り出すものの優先順位、重量配分を考慮した配置が可能である。必ずしも互換システムのポーチを取り付ける用途だけで、なく、個人レベルではペンを刺す、すぐ使うものを、カラビナでぶら下げる、通信用のコードや、ハイドレーションチューブを通して固定する、寝袋などを結び付ける、全体を圧縮するためのコンプレッションベルトの固定部分として利用するなど、多種多様に活用される。 取り付けるポーチの裏面にも同じようにモールウェビングがあり、これと直行するように縦ウェビングも設けられている。取り付けの際には、まず本体側の横ウェビング2本の間に、ポーチ側の横ウェビングが来るよう、ポーチの位置を決める。そしてポーチの縦ウェビングを横ウェビングの下に通していくが、この際には編み物のように本体側、ポーチ側、本体側の順番で交互に通す。 最後は、スナップボタン止目や、縦ウェビングの折り返し挿入、綿テープで固定などの方法で装着が完了する。末端の固定を行わないと、ウェビング間の摩擦だけに頼る状態となり、断層、弾薬などの重量ものは移動の際にバタつき、最終的に脱落が生じる、危険性が高い。間隔が特に狭く、頑丈で、高質な布地で指をすると痛めることもあるため、 裁縫の紐通しのような部品を利用するユーザーもいる。モールの構想は、1994年にアメリカ国防総省がアリスパックに代わる個人装備を快適に運搬するためのシステムを検討し始めた頃に生まれた。1996年、兵士に聞き取り調査を行い、拡張性と耐久性があり、快適さも兼ね備えたロードキャリングシステムの開発プロジェクトが発足し、 モールのプロトタイプが開発される。そのプロトタイプはハワイの第25不評師団の兵士による6ヶ月間のテストで高評価を受ける。招集制を加えられたモールシステムは1997年にアメリカ陸軍に導入され、2001年のアメリカ同時多発テロ事件がきっかけになって一般にも広く知られるようになる。 2001年9月11日の攻撃後まで広範囲にわたる問題は見られず、まずはアフガニスタンとその後イラクに駐留する米軍によって使用された。モールシステムに対する初期の批判は特に陸軍から現れる。批判の多くは耐荷重パックとフレームに集中しており、外部のプラスチックフレームが壊れやすくフィールドで破損する可能性があるというものでその後改善された。 またジッパーは内容物をいっぱいに詰めると破裂する傾向があった。またパックのストラップはかさばるボディアーマーと併用するために十分な長さがなかった。さらにこのシステムの第一世代はフレームトリュックサックベルトをボールとソケットで連結するインターフェースを利用していた。この方式ではフレームに取り付けられたボールが ウエストベルトのソケットから外れやすく、剥き出しになったボールが、使用者の腰を直接圧迫して負傷させる事例が、多発した。その後の SDS モールの再設計により、この問題点が解消され、ベストとリュックサックフレームはそれぞれ独立した非一体型アイテムとなった。現在ではモールをもとに、 派生する新しいシステムも開発されており、ミリタリー関係以外のメーカーでもモール技術を応用し、アウトドア用品などに取り入れることで一般にも普及している。なお、モールとパルズは同じ意味で使われることが多く、モールシステムに対応し、モジュラーアタッチメント方式を採用しているシステムは一般的にすべてモールシステムと呼ばれている。 モールの横ウェビングは縫い付けのコスト、重量増加の原因となるため、様々な後発の互換品があり、次にその事例を挙げる。横ウェビングを縫い付けずに、ラミネートされた生地に細長い、もしくは四角い穴を開け、ウェビング代わりとした耐久性を確保、今までのモールシステムポーチを取り付けられるようにした、マラマイネスシステム。同じくラミネートされた布地に六角形の穴を開け、 装着方向を増加させたヘックスグリッドシステム。横長の穴を開け、モール、マラマイネスと同じく縦ウェビングを通す6、9モジュラーポーコットテクノロジー縦ウェビングの代わりにフックループで生地の裏側から装着する6、12モジュラーポーコットテクノロジー。ありがとうございます。